はいどうもこんにちは、オーメンズイレブンのオーメンです。本日はバレンタイン2023のガチャが来ました。完全に忘れてました。相当出遅れましたね。4時54分になっちゃいましたね。いつもは4時過ぎにすぐ引けてるんですけどね。で、本日登場したキャラがですね、ガオシー、コルネ、ミトラの3体で、欲しいのはコルネなんだけどね、叫んなんだよな、使いづらいんだよな、チャージがめんどくさいんすよね。サヤみたいにさ、継続型っていうか長い時間のスキルじゃないと、もうチャージするのめんどくさいっすよね。で、これ広告のガチャってずっと続くわけ？デイリージュエルとかもすごいっすね。どんどんジュエル溜まってっちゃうじゃん。助かりますわ。というわけで今回用意したジュエルがいつものように500個で、1体でも引けたら撤退していく形ですね。ロードは消してませんので、どうなんだろう、前回みたいに隠されてんのかな。ロード引いていきます。はい、星たぬきは、あ、走るんだ。あ、じゃあもう通信中必要じゃん。うわー、前回何だったんだ。金の数多めだけど、通信中さえ、なんか通信中さえ消してくれればいいんだけど、金の数多いけどな、意味ないよな、見ても必要か。飛ばしちゃいました、思わず手が勝手に。必要か。では22連目バレンタインのキャラは1体欲しいな。あ、消せばよかった、通信中。これね、暴走するわ、危ない危ない危ない。消せばよかったよ、通信中。なんかね、ジュエルもらえるようになってからね、渋くなるんじゃないかなっていう気もするんですよ。最近結構ジュエル溜まってきてたから、そろそろ確率の収束が来て、紙引きもしてたしね、危ないんじゃないかなって予感してたんですよね。ほら、ジュエルも結構溜まってるよね。これ次でも絶対引かない、どんなことがあっても。3体とか多いんだよな最近、2体3体多すぎて1体引くのがきついよね。まあしょうがないですよね、何体も一気に出せないよ。2体3体を繰り返していかないと開発するの大変ですよね。ただ引く方も大変だけどさ、こんなもんかな。もう引かない、通信中やめてくれってあれだけ言ったのに。結局か。はい、というわけで、ご視聴いただきましてありがとうございました。追いガチャは性能を見てから決めたいと思います。高評価、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。バイバーイ。